って全然大丈夫です。いい匂いがする。ちょっといい匂いですね。はい、ここだけさ、うん、はい、ありがとう、視聴率が上がるんだよ。上がるんだよ。本当にムカつくよな。本当にが出したって数字上がる。どういう番組だこれ。いや、どういう番組なのこれ。どうも、テリー質屋の車の話始まりました。はい、ね、僕らずっとここにいますよね。いや、冬はいいんじゃない。いいよね。やっぱこう群祭の冬で雪道っていいよね。いや、ほんとね、あのなんかなんていうか、なんか全然夏来ると違うもんね。違うよね、はい、俺は好き。なんかかっこいいですよね。というわけで今回もですね、はい、群馬県の、群馬サイクルスポーツセンターからお送りしております。今日は、じゃあ何やるんですか。突然なんですけど、はい、アウトドアってね、まだまだずっと人気あるじゃないですか。 大人気ですよ。そうでしょ、はい、でサウナブームが来たじゃないですか。サカツとか言って、よく整いました。あ、そうですね、サウナ帽子とかね。そうそう、はい、でアウトドアで最近ほらサウナ楽しむ人も結構増えてます。ます最新のアウトドアサウナは、はい、テントサウナみたいに組み立てる必要がなく、うんうん、車に搭載されちゃってるんですよ。それ便利でいい。そう、最高。ただこれにサウナが電気でやるんですか。いろいろです。いろいろあるんだ。いろいろです。薪だったりいろいろあるんですけど、ね、まあ、今回はですね、はい、そんな最新アウトドア事情を深掘りしていきたいと思っております。楽しみです。まずは、はい、今回ねサウナを搭載する車を作ってらっしゃる方をお呼びしてます。合同会社ネクサスの内田さんです。よろしくお願いします。サウナカーを作ってるんですか。はい、サウナカーを作っております。今需要はどうなんですか。今あの実は YouTube とかにも取り上げられたりした影響で、かなりこうレンタルをさせていただいていて、結構お貸し出しであったりとか、うん、あのフランチャイズでこう福島とか茨城とかも今3店舗ぐらいでやらせていただいて、うん、これあれですか、例えば車に乗せてね、サウナっていうのはこういう文化っていうのは世界にあるんですか。世界にあるかはちょっと僕も分かりかねるんですけども、うん、日本の中では本当つい最近始まったこのサウナカーっていう文化で、うん、今までこうテントでサウナに入るっていうのが文化としてはあったんですけど、うんうん、もっとこう本格的に動くサウナというよりもサウナの小屋が乗っかってる、もうサウナが動いてる、もうこっちの方に近くてです、ね、便利でいいよね。便利で本格的です。それって月何人ぐらい借りていくんですか、その車を。月に、まあ、人数でいうと20人ぐらいが入ってきたりしてる。早速見てみたいと。そうですね、そうですね、はい、あのこれがですね、はい、持ってきていただいたサウナカーなんですけど、普通の軽自動車なんですね。普通の軽だよ。これが漆喰で塗られていて、はい、あ、漆喰、はい、そうか。じゃあこれがあれさ、あの時が経つとちょっと色が黄色くなってきて、はい、味が出る。そういったようにあえてしてあるものになる。煙突がね、ここであったかいですよ。いや、もうこの辺であったかい、うん、そうですね、そこはもう、 あ、 もうこれ、あ、ちゃ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 、さ、え、どこで燃やしてんの。こう中ですね。あ、中で燃やしてんの。あれ、あれ、また何だこれ。いや、これ多分スタッフが全然呼んでないですよ。全然僕らのあれじゃないですか、ね、あれおかしい、おかしいよこれ。ちょっとね、これで走っていいんですか。いや、あのこのままは走ってはいけないんですけども、サウナ中は走っちゃいけない。はい、そうだよね、し、はい、アンデベルトもしてないもちろんです。なるほど、これで走ったらもう周りの車に事故を起こしちゃうよね。確かに見てるだけで事故起こすよこれ。ちょっと開けていいですか。はい、どうぞ。ちょっと開けます。なんかちょっと失礼みたい、女風呂覗きそうな感じでね。やりたいんですけど。開けると寒くなっちゃうのかな、やっぱ。あ、サウナ、はい、どうですか。今ね、外はね、それこそもう、まあ、0度ぐらいなんですけども。顔真っ赤です。あ、そう、あ、ちょっとなんかほてってるね。これどこで、どこで燃やしてんの。燃やしてる、うん、はい、この中がですね、これを開けると焦点になってまして。 あの石はこれがあのサウナストーンで、うん、もしよかったらそのロール、あの、あ、ロール水が入ってるので、できるの、はい、桶に汲んで、はい、石にジャバッとかけていただければ。ちょっとかけてみてください。火消えないの。これあんまりかけちゃいけないんでしょ。あ、だいたいもう1杯2杯で全然大丈夫です。いい匂いがする。ちょっといい匂いですね。ヒノキで全部作られているので、ヒノキの香りがすごく。あ、そっちの匂いか。閉めちゃった。これさ、この時間帯って子供も見てんだよ。確かにね、日曜日のお昼だった。撮ってたら大変だよこの番組。いやいや、はい、ここだけさ、うん、はい、ありがとう、視聴率が上がるんだよ。上がるんだよ。本当にムカつくよな。本当に出したって数字上がらないんですよ。まあそうですね、この通り。汗かいてる。いや、このね、今ね、うん、これで靴履く
この辺から数字がぐっと上がってくるんですよそういうもんですか。絶対寒いと思うよこれ。寒いですよ今ちょうど気持ちいいぐらい。何家張ってるだろ。いやいや本当に結構私サウナ大好きでよく入ってるんですけど。気をつけて。気持ちいいです。大丈夫、うん、マジか。整ういいですか。何が整う足でですねこうクイッと。そうです。あいい感じ。おーなるほど。このコールマンのこのいいですね、はい、すごいリラックスできる。おー最高です。いいねこれ最高、めっちゃ整う。整いますか。整いですね。あースタッフがもうね喜んでるかもしれない。朝からこれやりたくてしょうがなかったんですけどねありがとうございました。ありがとうございました。はい、でですね内田さんはサウナカーだけじゃなくてキッチンカーも作ってらっしゃるんですって。偉い。ありがとうございます。そう、これだけじゃない。あちらにね、キッチンカーありますから、ちょっと。ね、ちょっとお腹すかしたらね、キッチンですよね。あっち行きましょう。はい、行きましょう。はいはい、ありがとうございました。ありがとうございます。あ、かっこいい。こっから見ると、なんかちょっとフランスとかさ、そういうなんかね、色もね、はい、色もなんかそんなね、ちょっとフランスっぽいっていうかさ、なんか、確かにおしゃれ。パリのね、なんか小道にあるような。はい、これワッフル屋さんですか。そうですね、ワッフルとコーヒーのお店になっていて、この色とか、このロゴとかこの上の看板なんかも特徴なんですけども、これ実はあの夜だとすごく光っていてオーダーメイドでもうお客様に要望に合わせて全部一個一個図面から、これあれですか。例えばこれを、はい、自分がね独立して、はい、こういう風なね移動コーヒーショップやりたいっていう人のためにやるってことですか。はい、そういう形になってます。ちょっとこれはじゃあレンタルじゃないですか。これはレンタルではないです。あ、じゃあこれ1台コンプリートでいくらあるんですか。もう本当物にもよるんですけど、一番安いやつだと150万円ぐらいからスタートできるので。このコーヒーの味っていうのもある程度誰か教えてくれるんですか。このコーヒー屋さんのオーナー様です。いただきました。あ、なるほどよかったらいただきましたよ、はい、オリジナルのオリジナルブレンドです。はい、うん、どこ産のコーヒーなんですか。インドネシア産中心にした。インドネシア飲みやすい。これでおいくらですか。こちらで300円ですね。あ、そんな高くないね、うん、はい、いや安いよ300円だったら、うん、でこの雰囲気で、うん、あ、うまい。ちょっと逃して、僕もコーヒー大好きでちょっと伸びしてもらいますけど、うん、で、ワッフル、うまいうまい。ワッフルワッフル、米粉を使ったグルテンフリーのワッフル。あ、いいねこういうのね、うん、いい。これキッチンもいろいろカスタマイズできるんですか。はい、もうすべてあのシンクの位置であったりとか、カウンターの高さから何から何まで全部オーダーメイドでお作りしています。あ、でもさ、これで200万でできちゃうんだから、はい、いいよね。いいですね。この1016ですか。うん、これはどういう意味から来てるんですか、うん、オーナー様が。トイロコーヒー、はい、住人トイロのトイロを1016っていう風に書いて読ませて。普段はどちらでやってらっしゃる。普段は神田のあたりのオフィス街を中心に平日出してまして。神田のどこで。神田の淡路町駅が最寄り駅で、はい、神田で神保町じゃなくて、もっと。あ、そうですね、もうちょっとあれだとね、意外とね。あ、そうなんですよ。秋葉原の人も来てるから。あ、そうですね。やっぱり働いてる方々がお昼休憩によって夜は、夜はまあ日によって営業したりしなかったりなんですけど、イベントの時とかは夜遅くまで営業して。土日はいろんなイベントに出店したり、まあいろんなこう賃貸住宅の一角のところに、住宅街のところに出してファミリー層に買っていただいて。これやってて、はい、大変な時ってどういう時ですか。やっぱり天候にすごい左右されてしまうので、まあ昨日みたいにこう雪がすごい降った日であったり、やっぱ風が強い日とかはなかなかお客様が来なかったりっていうところは大変ですね。これほらワッフルでない、はい、そういうワッフル以外の例えばホットドッグとかね、はい、そういうものもやるんですか。もうまあイベントによってはメニューを変えて出したいっていうところなんですけど、普段はやっぱりワッフルをメインに売りにして。あ、ね、美味しそうですもんね、はい。まあ、ワッフルはね、年配の方もね好きですよね、うんうん、そうですね。コーヒー美味しいね、うん、あ、ありがとうございます、うん、ね、ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと次のキッチンカー ね、もう一つ見に行きましょうか、はい、何、おむさこライス。おむさこライス、おい、何、おむさこライス。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。これすいません、おむさこライスって何ですか。あの宮迫さんが考えたオムライスなんですけど、あの宮迫くん。あ、そうです、彼すごい才能あるんだね。一応なんか家族に出してたオムライスを商品化して今やってます。おお、クラブ七重って何ですか。銀座にあるクラブ七重というところで、はい、七重魔王という方がいらっしゃいまして、はい、実は宮迫さんがある日オムライスを七重魔王に
作った時あったんですね、はい、飲み会の時に、はい、そしたら美味しいと、はい、それ商品化しましょうという話から、はい、あの今渋谷の方に店舗出しまして、うん、でその際にキッチンカーを作って全国の人に食べていただこうという形でこうなりました、はい、オムライスを、オムライスを見れますか、そのオムライス。あ、オムライスあります。見た目は普通のオムライスなんですけど、はいはい、これでおいくらなんですか。お店で食べると1080円とかになります。へー、あ、そう、そんな安くないね、はい、うん、そうですね、割といい値段でした。割といい値段、割といい値段です。いただきます。で、冷えにくいです。冷えにくい、はい、冷えても、あの時間が経っても、あの今ウーバーとか出前もありますので、あ、はい、あの時間が経っても美味しいっていう状態をキープする。なるほど、いただきます。じゃあいただきます。へえ、うまいわ。うん、うまい、トロトロありがとうございます。トロトロだ。最初どうかなと思ったけど、うん、うまい。そして野菜がでかい。えらいなと思ったのは、うまい。卵がね、うん、逆にとろっと流れるような卵が今主流じゃないですか。うん、で あえて卵を固めにして中を柔らかくすることによって、うん、新鮮なのと本来の卵の味が出てくる。ありがとうございます。いや、これえらいわ。うん、これうまいね。うまいですよ。うん、いや、これね。びっくり。これごめんなさい、今テレビ見てる方が、はい、これを食べたいって時はどこで食べれるの。渋谷のスペイン坂で食べれます。ってことはこのお店は、はい、スペイン坂に常にいるってこと。はい、あります。何時から何時ぐらい。お昼の11時から、うん、夜の11時まで。あ、頑張ってるね、はい、あれとかやってんの、うん、やってます。えらいな。いや、これはうまいよ。いや、うまい、うまいですね、うん、いい、これいいよ。オムライスのライスの中身がすごくね、歯ごたえがシャキシャキしてて、うん、味もいいんだけど、うん、この歯ごたえのシャキシャキ感がいい。とても美味しい。これどういう番組だこれ。え、いや、どういう番組なのこれ。でもね、車の番組だこれ。今ね、多様性の時代なんだよ。いや、でもね、1000円ぐらいでこうやってなんか楽しめる、うん、でこっち側はもう300円でしょ。向こうのチャンもあるでしょ、うん、なんかいいね。車っていろんな楽しみ方があるんだよね。あ、今日一番いいこと言いましたね。今日やった仕事しましたね。走ったじゃないよ、ちゃんと。なんかこれまさにこのサウナカーがたくさん集まってキッチンカーが集まって、うん、サウナ入って美味しいもの食べようっていうフェスとかも今やらせていただいたりして、うん、楽しいですよね。楽しい楽しい、うん、あ、どうですかケイちゃん、これ今回のこの3つね。楽しいですよ、うん、本当に車の多様性じゃないですけど、いろいろこう広がりが、うん、なんかこうワクワクが広がるっていうんですか、ね、いろんなことできそう、まあ、いい場所さえあればね、敷金、ね、権利金もいらないじゃない、うん、でね、あの、まあ、それこそ、まあ、200万円ぐらいでできるから、うん、企業をね、ちょっとやってみようかっていう感じでやるのもいいかもわかんないね。土屋さん、改めてどうした。やっぱりさ、これが150万から200万でできるっていうのはちょっとびっくり、うん、俺もっとするのかなと思ったの、うん、こう中身改造するのに、うん、だけどさ、150万200万で起業ができるっていうのがすごい、うん、そうだよね。でももし成功したらさ、うん、今度またもう1台買うとかね、はい、でそんなんで、うん、今度のサウナも面白い、さっき言ったね、占いがいいんじゃないかっていうね、はいはい、時代の中でやっていくっていう、うん、ことですよね。そうですね、うん、まさにこう軽でうまくいって、軽トラックでうまくいったので、軽トラックのこのキッチンカーを売って、うん、1トンにして大きくして拡大していくっていうのもよくあるので、やっぱ車に資産価値が、テナント借りてやると残らないですけど、うん、車という資産価値が残るっていうのがこのキッチンカーの特徴かなというふうに思ってます、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。